はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アンドロイド長谷川です。ラストオブアスパート2続きをやっていきたいと思います。さあ、何やらね、アビーが、ウルフからいなくなったと、脱走したらしい、というのを聞いたわけですが。あんな感じのアビーだが、思うところがあったのか。静かに。わかるか。それを置いて。私のことか。久しぶり。ねえ、覚えてるでしょ。何の用？アビーがいたよね。どこに行った？知らない。撃ったら銃声でみんなが集まってくる。みんな殺すまでだ。でもあんたは殺せる。奴の居場所を言うなら逃がしてやってもいい。見逃してあげたでしょ。そもそも初めからジャクソンに近づかなきゃよかったんだ。アビーはどこ？叫び声にうなされる。何？毎晩思い出す。そう、あいつは殺されて当然のクズ。ぶっ殺す！誰か！みんなだよ！くそ！何をしたんだジョエル。でも気になるな。え？誰か！ねえ！こっち！そういうことかよ。出ておいで。ノラ！逃がすもんか！あんた以外もうみんな死んだんだよ。よし。そんな銃当たらないよ。今行くよ。よいしょ。おい、待ちな。よし。よいしょ。また逃げるのか。させるか。よし。よいしょ。まずい。向き合ってろ。くそ。来ないで。お願い、やめて。誰だ。銃を下ろせ。見逃してあげる。あんた黙って。両手を上げろ。下がって。逃げ場はないぞ。そうか、胞子は吸えるもんね、エリーは。あそこに火炎瓶投げ込みたいな。ほい。よし。オッケー。よーし。さあ、あとよろしく。オッケー。まだまだ。え。あ、なんか燃えてる燃えてる燃えてる。僕に投げてもらって。よし。
よし、急げ。オッケー、オッケー、オッケー。固まったら死ぬんですよ。さあ、どこ行った？この胞子の中じゃもう死ぬことは確定なんだが、うん、よしよしよし。あ、咳き込んでるね。うん、いるな、こっちか。今楽にしてやる。よし、見つけた。そんな嘘でしょ。さあ、おっと、どこ？なんで胞子吸ってるのに、あんたあの時の。あんたファイアフライ、うん、ファイアフライなんてもういない。アビーはどこ？行ったところでどうせ私を殺すんでしょう。言えば楽に死ねるよ。それとも苦しんで死にたい？あの男がしたことで一体何人死んだか分かってんの？で、どうするの？友達を売るつもりはないね。あ、なんか出てきたぞ。これを押せばいいのかな。いや、見せないのがあれだね。結局アビーと同じことしてるようなことだもんな。結局あれなのかな、ファイアフライのそのまあワンのあそこにいた人たちだったのかな。私、ウリ、大丈夫？お前それ誰の血だ？あいつ見つけた、この水族館。そう、ほら体拭こう。
腕を上げて。口を割らせた。ああ、あの後割らせたんだ。ほら、もう大丈夫。どこにも行かないで。一人で行ったんだ。うわー、やりかねんとは思ってたけど、あー、手術室。いやー、ダメ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 、帰ろう帰ろう、ここも帰ろう。ダメだ、忘れてた忘れてた。くそくそ、今日は家でパンケーキパーティーがあるのを忘れてたのに。くそ、ダメだ、見に行かなきゃいけないか。いろんなもの置いてったんだ。あ、いろんな、お願い、なんか残ってるはずでしょ。ちょっともうここ俺が行って経緯を説明しに行きたい。何これ。腫瘍は明らかに変異している。実験結果で我々の仮説を裏付けることができるか確かめよう。大きな一歩だ。あ、でもこれで手術するにはもう死ぬしかないっていうのが分かれば、明日の今頃には歴史が塗り替えられているはずだ。J、 これ脳にあるもんね。だってね、エリ気づいてくれ。なんか今あったな、気のせいか。ここじゃない？は、死体がなくなってる。ジョエルが先に来て片付けてるんじゃない？これもしかして。人をこれから見つけたところだ。どうしようもないって。
ワクチンを開発できる人はもうこの世にいない。免疫のある人をこれから見つけたところだ。どうしようもない。これから見つけたところだ。どうしようもないって。ワクチンを。やエリー、よかった。何考えてるんだ、真夜中に突然出てくなんて。なぜ黙っていった。書き置きだけ残されたら。教えて、ここで何があったか。また嘘をつくなら私は出ていく。もう二度と戻らない。でも本当のことを言うなら、それがどんなことでも弱層に帰る。ねえ、言ってよ。ジョエル。ワクチンを作っていたら、お前は死んでた。には帰る。でももう終わり。いや、仕方ねえよ。仕方ないでしょう。で、今まで一回も喋ってなかったとか？え？よかった、服着てくれた。ねえ、さあ、ディナ、ジェシー、ん、大胆無敵、うん、ほらジョエル、お気に入りでしょ。あれ、ん、なんでこんなとこにいるんだ。舞台裏か。あのまま和解できず、リーナ、ジェシー、死んでたとしたらもう最悪なんですけど。
人はどこだろう。ギター。二人でいい関係になってたらちょっと勘弁してよ。ありえるんだけど。ああよかった、ありえなかった。あいつ昨夜ずっと辛そうにしててさ。だったら起こしてよ。妊娠してる？あ、気づいた。そう。お前の気持ちはわかるけど、連れ帰らなきゃ。ここじゃちゃんと医者に見せることも。そのくらい分かってる。でもトミーを放っておけない。私のせいなんだよ。あんたが連れて帰ってる。お前抜きじゃ帰らないよ。トミー探すぞ。例の水族館に行ってみよう。トミーはアビーを見つけてない。だから先回りするんだ。ここにディーナを置いてって平気なの？そうしろって。そっか、じゃあ行くって伝えよう。俺は外で待ってる。わかった。エリー、おはよう。鍵かけに来てくれる？出発だ。さあ、水族館は海岸沿いだろ。うん、ならこっちだな。うん、というところで、この町にいると濡れてばっか。こんなところでと思ったけど、まだ全然時間あるので過ぎます。ほら、いいよ。よし、オッケー。よし。ジェシーも複雑だよね。自分の子供かもしんないし、あと言って今自分がグイグイ行くのもっていう感じなのかな。ありがとう。リーダーに言ったのか。水族館にトミー探しに行くこと？それともあんたがその気づいてるって、うん、違う。何のこと？水族館が拠点？多分違うと思う。アビーの隠れ家だってノラが言ってた。動機は聞き出せたか？うん。なあ、ジョエルはファイアフライと対立してたの。うん、元ファイアフライとね。ここ？多分中通ってからダメかな？
よし。まあでもやっぱそのことをね、真実言って対立する、ジョエルの気持ちも分かってやってほしいよな。光も差してない。開かない。はい。あいつらまたジャクソンに戻ってくるかな。そうだね、こんだけ殺しまくってたら来るかもね。オタクの仲間どうしてくれるんですかって。どうして。俺たち大勢殺してきただろ、奴らの町で、こっちだって殺された。アビーたちもジョエルに復讐しに来たんじゃなかったか。ここはジャクソンとは違う。ジョエルとトミーはアビーを助けたけど、奴らは手当たり次第殺してる。確かに出会い頭に撃たれたでしょ。ああだな。リーナはいつ倒れたんだ。2、3日前かな。ここに着いた時ウルフをぶっ殺したんだけど、しかも大勢。だろうな、あいつ凶暴だし。よし、31個か。結局どれもまた強化できない。よし。薬物は51個か。聞き耳移動速度アップ。煙幕より多く作れる。煙幕でもそんな使わないからな。ホック速度アップ、聞き耳範囲アップ。聞き耳範囲アップ。素早く敵を倒すことができる、これ欲しいよね。設置爆弾多く作れるのもいいな。なんかすごいバタバタしてる隣で。聞き耳の範囲広げるといいか。よし。お、いかにもギアがありそうなところだ。なかった。で、ここを。ねえ、手伝って。よし。こっち。さあ、ディーナのやつ。なんで黙ってたんだ、妊娠のこと。ほら、きっとディーナは落ち着いてから。戦争するつもりなのか。見えるね。海岸を固めてる。水辺で狙うつもりなんだよ。おい、希望を持て。まるで人ごと。他の選択肢はねえんだ。ちまって。うまくいった後のことを考えてろ。めちゃめちゃこっち来るぞ。これはもう見つかるしかないぞ。おい。よいしょ。ナイス。いや、やっぱジェシーだな。よしよしよし、こっちよろしく。オッケー、見えてます。オッケー、よし、ナイス。オッケー。まだいるな。二人来たか。オッケーオッケー。さあ出てこい。オッケー。そこよろしくお願いします。オッケー。オッケー。全部終わった。まだ来るか。オッケー。でもこの方が楽だな。よいしょ。さっさと全員終わらしてスイスイ行きたい。
押し抜け、押し抜け、よし、オッケー、さよし、ウルフの奴ら、うん、かなり凶暴だな。カルト集団と争ってるらしいよ。そうだね。俺も聞いた。セラファインだか。セラファイン、セラファイトか。スカーって呼ばれてたけどね。出くわしたの？うん、いや。ラッキーだね。いやー、厄介なんだよね、あの弓が。よし。オッケー、そろそろちょっと弾が欲しいぞ。ほい、オッケー、近接めっちゃ落ちてるな。うん、ハサミ、ハサミ持ってないね。回復、あーいいね。そういうショットガン全然弾出てこなくなったけど、なんで、どうした、忘れちゃった、ショットガンの存在忘れ去られちゃった。うん、ここは C、 ん、これは水族館か、いや違うな、カンファレンスセンター、シアトルカンファレンスセンター。漫画だらけだね。うん、待った、ここ何なんだろう、コミコンとかやるとこ、余ってるオタクたちの集会所ってとこか。ほらお前みたいな。ああ、生まれる時代間違えた。よし、うん、こっち、いや違うな、単にここは、うん、そこか、オッケーオッケー、登ってそっちに行くと、うん、こっちでいいのかな。よし、さっきの話、うん、続きはディーナのこと、ほらあいつの秘密、うん、一段落ついたら話すんじゃない。してたっていつかはバレんだし、そうね、話してくれるかな。さあね、うん、まあエリーの手前話しづらかったってのもありそうだよね。観覧車だ。行ってな、水族館だ、あの観覧車の真横。ああ、はいはいはい、よし、うん、なんだよ、泳いでいけってか、なんかいないか、なんかでっかい何かが泳いでるよね、ただの魚、魚だ。でかっ、オッケー、よいしょ、これはここかな。ちょっと待って、うん、ストーカーか。よし、バレてますよ、お客さん。うん、そ、よいしょ。ほい。たくさん来てる。気をつけて。急げ。よし。ほい、よし、オーケー、回避さえあればやばい。
というところで今回はここまで。次回もお楽しみに。チャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたします。ではまた。